これか。いよいよもって俺が目障りになったか。目障りなのは最初からよ。そこの盾入り、魔法を使ったそうね。わざわざそんなことを確認しに来たの？質問に質問を返さないで。答えは貴様たちが一番知っているで。じゃあ学園を目指してる理由は？私が狙いなら寄り道する必要はないでしょ。なぜ貴様の問いに答えなくてはならない？痛い目に遭いたくなかったら答えなさいって言ってるの。くだらん。そのような脅しに屈すると思うか。脅しじゃないわよ。あんたが魔法を使えるなら私に対応しようとするはず。私の攻撃は魔術で防げないみたいだし。それで貴様はどうしたいのだ？フィーネの話が本当なら確かめる。それだけよ。確かめるだと？あんたに魔法を使わせる。面白い。貴様を退ければヘルフォルト区は解放される。いい機会だと言わせてもらおうか。そう。わざと外したか。これは貴様、よくも俺のマントを。あら、意図してなかったけど効果的だったよね。あのいかにもな衣装を切り刻んで魔女らしさを奪ってくれる。イラッとしたけど結果良ければ。マントの落とし前つけさせてもらう。確かに魔法ね。でも私の思い違いだわ。貴様が防御魔法を使うことぐらい予測している。まただ。ならば、これ式のことで。あんた、どうかしてるでしょ。
かだとは思ってたけど、ここまで向こう水だなんて。まさか全て不正だというのか。これじゃ魔法を使えているなんて言えない。こんなの無駄に魔力を消耗してるだけだわ。あんたさ、死にたいの？魔術ではなく同じ魔法のはずだ。見逃してあげる。その代わりそれが宿題よ。なんだと、ただで変えられるとは。それ見なさいな。魔法の力がありながら、あのような小娘一人どうにもできぬとは。ビルフリート、ビル様、ご無事ですか？問題はない、ただの反動だ。だが一つ思い知らされた。奴にとって俺は赤子同然なのだろう。理論立てで魔法を行使するか、ただの力として行使するか。はん。ビルフリート、また魔女に見逃してもらえたな。ひょっとして気に入られているかもしれないぞ。俺を暇つぶしの材料と考えていなければ、何か企んでいることは確かだろう。いや、ルーカス、俺の体力が戻り次第一度拠点まで引き上げる。おい、ビル様。ただいま。はあ、思ったより疲れたわ。縦襟の人ですか？あいつ本当に魔法を使えるのね。でも理屈も何もあったものじゃないわ。後先考えずにただ魔法を使ってるだけ。こっちが防御してるだけで勝手に自滅するわよ。あの縦襟が、なんて可能性は低いわね。よいしょ、うん、あの、でも一応は他の皆さんへ連絡した方が。下手にちょっかい出される方が迷惑よ。それにあの縦襟、ここを目標にしてるみたいだし、しばらく様子を見てからでも遅くはないでしょ。そうですか。これから区役所と学園を行き来ね。いい運動になるわ。行き来するんですか？そう、区役所を開けっぱなしにしてると他の魔女に感づかれるでしょ。あ、なるほど。フィーネも他の魔女に気取られないようにして。面倒なのはあの縦襟一人で十分よ。はい、わかりました。やっと起きたか。
ここまで俺を担ぎ込んできたのか。正確には引きずってもらった。ルーカスが集めてきた者たちによってな。そうか。野ざらしよりマシだと思え。十分だ。それよりどうするつもりだ。今のままではとても魔女にかなうと思えない。ああ、魔法の技術を我がものとする。そのために学園を目指す。答えはそれしかないだろう。順風満帆に行けばな。もう少し休んでおけ、ビルフリート。まだ顔色が優れないぞ。ああ、だが休んだ後再び作戦を遂行する。来る来る。じゃあ敵襲来るぞ。来い、相手をしてやる。ご協はい、いる。よいしょ、死んじゃう。よいしょ、敵襲、来るぞ。そこを通してもらうぞ。ランメッシュロート。邪魔をするな。これ以上進ませないわよ。ランメッシュロー。ダメの刃に。何するのよ。一戦。ここどうも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 。ダメの刃。勝ちは勝ちだ。よし。ラテリメ！はい。じゃあ拠点戦だ。行くぞ。来い、相手をしてやる。Ah!
それでよしと。これか。ジョン。行くぞ。これか。くる。そこを通してもらうぞ。フランメッシュロート、フランメッシュロート、傷の手当てをいたしますよ。離れろ。こんなところで言われたな。いや、今日もそこから離れないのか。うん、離れないのではなく離れられないんだ。離れられないだと？羽でも痛めたか。いや、飛べる。ただな。ただ元の姿に戻り、羽をなくした時のことを考えたんだ。今は好き勝手に飛び回れるが、元の姿だとそうはいかない。それは殊勝な心がけだな。だが不便だ。棚を手前に寄せてみるか。だとしてもはしごでもなければ届かない。明日明後日まで待てるなら用意できるぞ。やめだ、不自由すぎる。ストレスでどうかなりそうだ。魔術でこの羽を維持できないか、もしくは作り出せないか、そんなことを考えている方が有意義に思えてきた。見ている分には便利そうだ。実際に便利だ。ビルフリート、お前も飛んでみろ。俺が姿を変えられてしまえばグローセンは終わりではなかったのか。言ってみただけだ。ただ魔術で同じようなことができれば面白いかもしれないな。うん、魔術か。いくつか案はある。組み上げてみようか。面白いかもしれないな。はい、くるくる。はい、くるっと。で、進軍。くるっと、くるくる。はい、いる。ジョン、ビルフリート、敵だ。そこを通してもらうぞ。一気に畳みかけるぞ。フランメッシュロート、はめろ。負けは負けか。次へ生かすしか。来る、敵襲来るぞ。我が道を阻むか。傷の手当てを一戦してるぜ。聞かれたな。くるくる。よっと、敵襲来るぞ。来い、
相手をしてやる。風の刃よ、一閃。傷の手当てをいたしましょう。邪魔をするな。これ以上進ませないわよ。勝ちは勝ちだ。ラテリネ、うん、よっと、そこを通してもらうぞ。何が違うというのだ。現存する魔道具の中でもそのオーブに匹敵するものは少ないだろうな。州知事が所持していた理由がわからないぐらいだ。四天王として名を馳せていた父上の功績、それが形になったものであろう。慰謝料や賠償金の方が納得できる。そんなものは握りつぶすのが父上。もみ消しだけが取り柄だからな。ダリウス閣下は何事も形からだとおっしゃっておられました。そのオーブも虚勢がなしたものでございましょう。父上のご意向を示す良い道具であった。理由は分かったが、この話は噛み合っているようで噛み合っていないな。ともかく魔女たちが所持する杖が触媒となっているのであれば、こちらもそれ相応のものを用意する必要がある。あの抜けた従者をたぶらかして杖を奪うか。従者の姿を見かけていれば策として考慮したが、
魔力を奪ったせいかここのところ姿を見かけぬ。きっと心の傷さ。意味のわからないことを言う暴漢に襲われたのだからな。魔力を奪うため必要不可欠な行為であろう。つくづく不運に見入られている娘だ。従者が現れぬ以上杖を奪うというのは難しいでしょう。何か代用できるものを探すしか。通販カタログにでも載っていれば話は早いのだがな。魔道具ですら免許がいるご時世だ。楽はできないな。ビルフリート、通販ではないが案は一つある。なんだ。触媒代わりにお前のオーブに手を加えてみよう。魔法の負担を減らせばいいのだろう。待て、オーブが使えなくなれば魔女どころかぬいぐるみどもから魔力を奪うことも不可能になる。すでに組み上げている術式を崩すつもりはないし、お前が出歩くときには手元に返してやる。なんだその不服そうな顔は。これは父上のオーブであり形見でもある。どんな時も肌身離さず持っておきたいものなのだ。不服の理由はファザコンか。魔族至上主義者が聞いて呆れるぞ。ならこうしよう。実に面倒だが、いや面倒極まりないことだが。そのオーブに手を加えるときはお前が監修につけ。魔法の使用もできなければ意味がないしな。それならば問題はない。構成は考えてある。あとは時間だ。完成させるまで魔女に捕まるなよ。それは元よりだ。ビルフリート、次の作戦目標だ。作戦開始だ。行くぞ。ウルクル、ウル、うん、ビルフリート、敵だ。我が道を阻むか。ビル様、手を引くお盆だせよ。くらえ。勝利。道を阻むか。抜かるなよ、ビルフリート。我が道を阻むか。燃えろ。まだだ。フランメッシュロート。そこだ。そこだ。傷の手当てを致した。結果は変わらん。果てろ。やるな。
そこだぞ、はい、何匹来ようと結果プランメッシュロ、はい、ビル様、私にお任せを。そこだ、そこだ、結果はそこだ。傷の手当てを致します。フランメッシュロート炎ならば増援だと一戦くらえ。しかるべ、私にお任せを。しかるべ、しかるべ、勝ったな。完璧な防備だ。よっと、よっ、進軍。よっと、よっ、しかし、けなげなものですな。ぬいぐるみとなってなお、まだ飽きないを続けているとは思いませんでした。ただ、動くぬいぐるみ姿を売りにするのは褒められたものではないな。反抗する意志を失ってしまえば、一生ぬいぐるみでいることになるのだぞ。そう言うな。店を開けてくれるのはありがたい。通販では手に取ってみることができないからな。あら、偶然ね。何の用だ。こちらは買い物帰りだ。受けと言っている。邪魔でもするつもりか。別にそういうわけじゃなくて。魔女よ、一つ聞いてもいいか。え、あ、うん、いいわよ。他の魔女はどうした。グロー選手を襲った時は3人だったと聞いている。魔女のことは教えられないわ。まとまって動いているようには見えないが、それは意図があってのことか。あんた人の話聞いてる？他の子たちのことは教えられないわよ。リア、どう思った？他の子たち、同列かそれ以下であって、他の魔女が上官ということはなさそうだ。待って、なんでそんなことわかるのよ。相手が上官ならば、他の子などという言葉を選ばないだろう。可能性として貴様が上官か。もし試験だが、同列であっても上官には見えないな。こいつが上官ならば、他の魔女も皆同じ服で同じ少女趣味だろ。あんたたちね。そう怒るな。こちらは真面目に聞いている。
それとも本当に他の魔女も貴様と同じ衣装なのか？え、私と同じって服のこと？それ以外に何がある？それは、その、言えるわけないじゃない。うん。何よ、じっと見て。いや、こちらの質問は終わりだ。そちらに用事がなければ帰らせていただく。俺たちも暇ではないからな。そう、私も用なら済んだわ。それじゃ。外見も心もまだ若いですな。あの魔女は何者でしょう？同じ疑問を抱く。まるで若輩者が生きがっているようだ。もし魔女がお前ほど厚顔無恥であれば、別行動を取っていなかったかもしれないな。どういう意味だ？学園でマントを羽織っている者は少ない。中でも襟を立てているのはお前一人だけだ。普通のことだろう。むしろマントの襟は立てて叱るべきだ。そういう認識が魔女にはできないということさ。待て、マントの襟は立てるだろう。いや、立てる方が良いだろう。はいはい、そうだな。もう帰るぞ。立て襟、そこまでよ。敵襲か。これ以上進ませないわよ。通してもらうぞ。道を阻むか。フランメッシュロート、フランメッシュロート、もらった。一策、一戦、勝ったな。これか、いるっと、よっと、進軍。
これか。はい、くるくる。はい、敵襲来るぞ。我が道を阻むか。策頼む。我が道を阻むか。良い機会だ。父上の話をしようか。あれは父上が二度目の州知事当選を果たした時のことだ。なあビルフリート、お前は私が何で睨んだのかわからなかったのか。だが話したいのだ。お前は子供か。ルーカス、ちょっとこいつを黙らせておいてくれ。今は辛いかもしれないが、今後のためなんだ。ダリウス閣下に手を挙げることはできますが、間違ってもビル様に手を挙げることなど。わかった。ならビルフリート、お前はルーカスと話をしていてくれ。ルーカスは長年父上に仕えてきたものだ。あえて語らずとも父上のことをよく存じている。その通りでございます。ルーカス、お前逃げたな。では続きを話そう。なぜ父上の対抗馬として名乗りを上げた立候補者たちが次々と出馬を取り消したのか。ビルフリート、どうでもいい話をするぐらいなら私の独り言にでも付き合ってくれ。このオーブだが、冗談でもお世辞でもなく、私の知る限り魔道具として最高峰の出来だろう。さて、これほどの力を持つ魔道具と魔女たちの杖にはどんな差がある？具体的な差はわからない。だが魔術と魔法、力を行使する過程に大きな差がある。魔術は魔道具に記憶させた術式を発動させることで定められた力を発揮できる。対して魔法は魔道具を通すと中間に術式として過程が存在していないのだ。そうだな。改めて聞けば、術式は力を使うために必要不可欠と考えていたが、違う意味にも取れる。まるで枷だ。枠から外れた力を行使させぬように、術式という枷が存在しているように思える。魔法を使用したお前ならよくわかるんじゃないか。魔術は術式という枷に縛られていると。だがその枷がなければ魔術でも反動が生じたかもしれない。本当に生じていたかもしれないな。それこそ憶測になる。だが反動軽減の方法はその憶測が起点となる。うん、簡単なことさ。
魔女たちが持つ杖に近づけるため術式という枷を逆に利用してしまうんだ。魔法の効果増幅、使用魔力に比例して負担を軽減させる。枷のないものに対抗するためより枷を増やすなんて、随分と滑稽な話にも感じるがな。メモなら俺が書こう。口で伝えてくれ。それはありがたいが、私のサイズでも使用できるペンを早く用意してほしいところだ。